はい、おはようございます。おっさーです。大阪福岡自転車旅の2日目ですね。スタートはここ後ろ姫路城ですけども、姫路から今日はスタートしていきます。本日の目標としては最低で倉敷ですかね、だと110キロぐらいで、頑張れれば広島県に入って福山まで行こうと思います。福山だと150キロぐらいかな、まあ、その真ん中ぐらいまで行ってね、駅とかに自転車を置いてどっちかに泊まってもいいと思いますし、まあ、そんな感じで考えています。とりあえず天気もいいですし、早速出発していこうと思います。ではでは2日目行ってまいります。はい、改めましてオッサーです。よろしくお願いします。大阪福岡の国道2号線自転車旅ですね、の2日目スタートしております。まずちょっとね、今日は寄り道したい場所があって、今は2号から外れております。寄り道したい場所っていうのは、辰野、龍の野で辰野ですね、辰野という町にちょっと行ってみたくって、まずそこに向かっております。辰野にね、何をしに行くかというと、僕あの男はつらいよ、トラさんのシリーズ結構好きで全部見てるんですよ。でその中の一番好きな作品が17番目の作品の虎次郎夕焼け小焼けっていう作品があるんですけど、それの舞台が辰野なんですね。ですごい街並みが美しくって、一度行ってみたいなと思って、なかなか行く機会がなかったので、今回この機会なんで寄ってみようと思います。若い方はトラさんシリーズなんか見るか分かんないですけども、結構ね面白いですよ。だいたいパターン一緒だけども、だいたいねトラさんがフラッと戻ってきて、で恋して、で家族と喧嘩して最後振られるっていうなんかパターンなんだけど、この17作目のね夕焼け小焼けはね、ちょっとハッピーエンドなんですよ。まあ恋がうまくいくっていう感じじゃないんだけど、すごい爽やかな終わり方をするんで、めっちゃおすすめ。多分この橋が、ああそうだな、トラさんでもよく出てきた景色じゃないかな。うわめっちゃ綺麗。辰野の街並みをゆっくり走ってるんですけども、すごいなこれ。レプリカじゃないですね。昔からの多分、あ、レプリカじゃないわ。全然昔からの建物ですね。おお。はい、今ね辰野の街並みをちょっとうろうろしながら、写真なんかを撮っているんですけども。多分この東丸醤油の資料館なんかがメインのところなのかな。ちょっと時間がないので中は入ったりしませんが、めっちゃ雰囲気いいですよね。こんな感じ。印象としてはね、高山の観光地化されてない感じかな。とりあえず素晴らしい。というわけで辰野の街並み見てきました。いや素晴らしいですね。予想以上に雰囲気良かった。まあ、一日がっつり観光みたいな場所じゃないと思いますんで、まあ、姫路の観光の寄り道的な感じで、姫路からだったら車でも電車でもすぐなんで、来てみてはいかがでしょうか。結構おすすめですね。雰囲気最高だった。もうちょっとここまで来ればもうほとんど兵庫県は終わりで、もう少し行くと岡山との県境になりますんで、引き続き頑張っていきますか。よいしょ、岡山県だ。2号の岡山と兵庫の県境はトンネルなんですけども、迂回しました。
なんか自転車はこっちって標識があったんだけど、すごい道なんだけど、とりあえず岡山備前市激作じゃねえかよ。はい、残った。あ、危ない危ない。スピード出せないこれ。こけて滑る。あ、合流しましたね。これが2号だ、下が。よし、じゃあとりあえず戻ってこれたので、これ大丈夫でしょう。本格的に岡山県にいいんですね。いや、この度坂らしい坂は初めてだったので、さあ、まあまあ疲れたな。これはしばらく下りのはずだ。ただ岡山のこっちの東部側、兵庫県側は正直何があるのか岡山県自体も僕あんまり分かんないですけど、特にこっちの東部とかね、もう岡山市自体も後楽園ぐらいしか知らないもんな。あんま観光でどうこうっていうので来たことはないですね。まあ、四国に行くときに乗り換えとかで何度も使ったことあるけど、岡山で何かしようとか岡山目的で旅行に来たことはないな。よいしょ。まあ多分今日も休憩するぐらい通り過ぎちゃうけど、岡山やっぱ倉敷っすかね。僕は倉敷はめっちゃ雰囲気いいので、今日の宿はどうしようかな。倉敷だったら明日の朝ちょっと寄ってみる感じで、福山に泊まるんだったら寄っていきましょうか。倉敷のね、美観地区に。はい、とりあえずね、岡山駅の前まで来ました。桃太郎像の前まで来てます。暑いんですよ今日、マジでマジで暑くて結構へばってきちゃって、思いのほか進みが悪いですね。へばった。ほいで、とりあえず今日は倉敷に泊まることにしました。ただ倉敷だとちょっと近すぎる気がして、まだ3時半ぐらいなので、倉敷を1回通り過ぎて福知市とか笠岡市あたりまで行ってやめようと思います。ほいで電車で倉敷まで戻って、明日の朝美観地区行きましょうか。そんな感じで進めようと思ってます。なんか今笠岡方面に走っててんですけど、めっちゃでっかい川のかかる橋、これすごくないですか。歩行者とチャリと、あとバイク車な、バイクは OK なんか、車は多分ね入れないですね。こんな立派な橋を架けてるとはなかなか珍しいんじゃない。まあここいいな、ちょっと余裕があったら撮影とかしたいけど、ダメだ余裕がね。もう立派な木だ。山陽線か、鴨方駅まで来ました。浅口市かな、はあ、ここで今日はもうストップしようと思います。ちょうどなんか駐輪場もあるし、はあ、あ、疲れた。あ、有料か。有料だけどまあ50円だって。ということで、浅口市のなんだっけ、鴨方駅か、倉敷まで来ました。今日は倉敷に泊まって、また明日鴨方駅まで行って再出発ですね。で明日の朝多分美観地区に寄ってちょっとだけ観光の映像も撮りたいと思うので、またよかったら見てください。ということで、大阪から福岡自転車旅の2日目ですね、以上で終わりになります。明日は3日目
佐久市からスタートして多分広島市内まで行きたいかなと思ってます。そんな感じです。ではよろしかったらまた3日目でお会いしましょう。おさでした。